ジジイの一人旅、日本全国観光スポット行ってこーい。皆さんこんにちは。軽自動車で全国を行ったり来たりと旅をするチンペイカンタです。2泊3日の長距離旅行最終日。次に向かうは本州最西端の地、毘沙の花から約20分。下関市、豊浦町、川棚温泉。っていうか腹減ったということで、たどり着いた先はまだお昼前だというのに、広い駐車場がほぼ満車状態で人だかりができるほどのお店。下関のご当地グルメを堪能。ここは地元の人はもちろん、全国からこの味を求めたくさんの人が来店する名店、瓦そば発祥の地。その名も元祖瓦そば高瀬。店舗の作りは2階建てで、団体様も収容可能なテーブル席。数々のテレビ番組で紹介された超有名店で、正面入り口横では錦鯉が優雅に泳ぎ、退屈な順番待ちの時間も癒される。おっと、これは面白い。石から噴き出る噴水。その奥には小便小僧ならぬ小便たぬき。40分ほど待ち、さあ何食べようと思ったら、なんとメニューはこれだけ。そりゃそうですよね、瓦そば専門店ですもの。おっと、きたきた、本当に瓦に乗ってる。おそばにレモン、牛肉まで乗ってるじゃないか。薬味のネギは下関市安岡産。これは福ネギと呼ばれる甘みのある極細のネギで、主に風料理に使われていて香りが豊かです。しかも茶そばは本場の高級宇治茶を使用とのこと。ところで瓦そば発祥はいつ頃？これが意外と新しく、私たちと同世代の1962年生まれ。それにしてもこの湯気が食欲をそそりますよね。この秘伝のつゆにもみじおろし、レモンを入れていただきます。これが想像以上に美味しいんです。お焦げの部分もパリパリ食感で美味。っていうか、なぜに瓦？気になる方はお店のホームページをご覧ください。続いてやってきたのは瓦そば高瀬から約10分、日本三大楠、新日本名木百選にも選ばれている川棚の楠の森。駐車場から階段を上がると見えてくるのが国指定天然記念物、樹齢約1000年の一本のクスの木。幹回りは 11.2 メートルもあり、なんと高さは27メートルにも及び、18本もの大枝が天へと広がる巨木である。日本三大クスの木と言われるゆえんは、幹の途中から大枝が何本も分岐させた外見と枝張りが大きいことが、しかし2017年夏頃から急激に枯れ始めたそうで、その後の調査でほぼ根は腐ってしまったという見解がなされたそうな。その後下関市が樹勢回復に向けて努力を進め、現在は光沢のある青々とした新たな息吹が少しずつ芽生え始めています。またこの2本の大枝は一度幹から折れ、再びその場に根付いたというから驚き。1000年もの時を超えてきた生命力の強さを感じる川棚のクスノキ。この先も見守り続けたい巨木の一つではないでしょうか。豊浦町を後にして、続いて向かうは下関市豊北町。チンペイカンタは旅を続ける。そこにまだ見ぬ風景がある限り。